はい、こんにちは、チャオカーネです。今からね、そよ風、そよ風、ドグカフェレストランそよ風ですね。そよ風って名前がいいでしょ、昭和っぽくてね。今からね、向かいます。でね、まあオフ会じゃないって言ったけど、まあよく考えたらまあオフ会だなと思ってるんで、オフ会に行ってきます。うん、で、今日のね、お供は、言ってましたように、ニコちゃんと、若もね連れて行きます。ニコちゃんだけ連れて行こうとしてたらね、僕は行かないのって顔するからね、じゃあ一緒に行こうかっていうことでね、若も一緒に連れて行くことにしました。ニコちゃん、お顔見せてください。はい、じゃあ今から行ってきます。若着いたよ。若、ニコダメなんだね。ワンちゃん連れですか。いや、遊びに陽気好きって方ですね。ありがとうございます。12月に天国行っちゃったばっかりで。あ、そうですか、ありがとうございます。ニコちゃんです。ニコちゃん、こんにちは。こんにちは。あと一緒で、はい、あ、そうですか。あ、ありがとうございます。おい、チャンネル登録してます、ね、ありがとうございます。ニコちゃんほらいつも見てくれてるって。昨日クレジカット使って、そうです、今日お出かけだから。すいません、ありがとうございます。こんにちは、いらっしゃいませ。久しぶり。来てくれてたの。ついにお送りいただいてます。お久しぶりです。これ、聞いてほら。お友達いっぱい来たんです。ほら。嫌なの、お前。嫌なの。嫌なの。ほら、どうですか？若ちゃんは4歳でしたっけ？若3歳。あ、3歳か。ほら、嫌がるぞお前、嫌がるぞ。お兄さんだろお前。お見てごらん、若ちゃんたち。かわいい、かわいいね。こんにちは。めっちゃ卒業のワンちゃん、ほら、めっちゃいいな、いいな。リップセンス。嬉しい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 。抱っこしていいですよ。久しぶり、1ヶ月ぶり。ニコちゃんです。あのニコちゃんですのニコちゃんだ。取れました。はい、なんとなく。はい、ありがとうございます。はい、すごい。ほら、リコちゃんです。なんかわいい。リコちゃんの子ですよ。あ、そうなの。リコちゃん、リコちゃんの子ですよ。リコちゃん、楽しいね。初めて会いますよね、巣立ってからね。そうですね。リコちゃん、リコちゃんが来たよ。
ぼのちゃん、ぼのちゃんのぼのちゃんよ。ぼのぼのぼ。そうそう、ぼのちゃん、ぼのちゃんのぼのちゃん。ほら、ほら、りこちゃん。りこちゃん。ほら、娘が来た。娘が。りこちゃん。ママより男がいいでよ。若いのは好きだよね。ほらほらほら。いいですか。かわいい。こんにちは。こんにちは。チャオポヨってあれね。テロップは入れるけど、口で言うのは恥ずかしいんだからね。ももちゃん。ももちゃんです。ももちゃん、こんにちは。触っても大丈夫ですか？どうぞ。ももちゃん、こんにちは。ももちゃん、こんにちは。今さらですけど、動画を見てきていただいたんですよね。そうですね。一般の方やったらね、ちょっと恥ずかしい。ももちゃん。そちらは何ちゃんですか？こちら、かなでです。かなで。かなで。よいしょ。かなで、スキマスイッチが好きなんですね。あ、そう、たまたまそうです。違うんですけど。違うんです。違うんですけど。じゃあどちらからですか。熊本です。熊本からですか。はい。あ、なんかコメントいただいてた。そうです。あ、もう毎日見てますから。ありがとうございます。じゃあ雪ももさん。あ、こちらが雪ももさんなんですね。なるほど。はじめまして。はじめまして。ぼのちゃん、ぼのちゃんのぼのちゃん。ぼのちゃん。わかわかります。かわいいな。今まで一番まで光ってる。ぼのちゃん、こんにちは。抱っこ、抱っこしてもいいですか？いいですよ。いや、若、かわいすぎ。いや、確かに。わかったな。わかった。ほら、超恋しくなったでしょ。かわいい。でも今募集されてないですもんね。そうですね。再開したらもう予約しますから。3年後ぐらいになるんですけど。あ、ラスク。ラスク着てたの。そうなの、背後に。ポキお留守番。ポキお留守番。ラスク。旦那とまったりしてます。もう2匹は無理だ。リコちゃん。今ナバちゃん。ケント君。
今日どちらからですか？福岡から。福岡から。はい。ありがとうございます。ケント君。よく来たね。いつも見ていただいてありがとうございます。なんか思ったよりちっちゃい。何ちゃんですか？梅ちゃんです。ゆめちゃん。梅ちゃん。梅太郎くん。梅太郎くん。梅太郎くん。男の子ですね。男の子ですね。梅太郎くん、はじめまして。はじめまして、梅ちゃん。人見知りの、犬見知りの。そうですか？全然慣れて。下ろしたらどうなりますか？下ろしたらもう、抱っこしろです。抱っこしろです。見つけないと、ほら。YouTube デビューしよう。怖い怖い。怖い怖い。でもおとなしいでしょ。外に出たらおとなしいですけど、家は自然系ってやつです。そうです。今日はどちらからですか？まあ、やっぱ。じゃあお名前は？モカです。モカ、モカちゃん。じゃあ女の子で。そうです、そうです。モカちゃん かわいい。ちっちゃいね、ちっちゃいね。モカちゃんは、ほらやっぱりニコちゃん。ニコちゃん。おーちゃん、そんな戦闘ごめんね、怖かったね。おーら、リリア。おーら、読んでないよ。昔の茶を吹くと。そうそうそう。ちゃんと引っ張り出してきましたよ。というかこれ、第一号の茶を吹くよね。そうですよ、第一号です。ああ、第一号。ねえ、懐かしいでしょ。懐かしい。そう思ってこれを吹きました。そう。一人で。ほら、ほら。よしよしよし。はい、ジュリちゃん、ジュリちゃん、ジュリちゃん。よしよしよし。よしよしよし。こんにちは。見ていただいて。はい、ごめんなさい、何ちゃんやったんですか？ももです。ももちゃん。ももちゃん。固まってるよ、ももちゃん。ももちゃん。ももちゃん。YouTube 見てもらってとかですか？はい、ありがとうございます。生ありがとうございます。ニコちゃんです。ニコちゃん、想像してたより大きいです。そうですか。動画撮ったりして大丈夫ですか？映ったりして。恥ずかしい。恥ずかしいので。ニコちゃんに会いたくて来たんですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。お名前は？あ、しょうまです。しょうまくん。はい。しょうまくん、クンクンしてんの？今日どちらからいらっしゃいますか？クルメから。あ、クルメからですか？こちらのクルメ。さっき吠えてたのもクルメです。若そうにニコです。下なつ。何ちゃんですか？あずきです。あずきちゃん。コメントいただいてた。ありがとうございます。あずきちゃん。あずきちゃん。おおおお。嬉しい嬉しい。もうこの子全然ワンちゃんも。したことなくて。え、何？お尻くんくんとか、はいはい、挨拶とかできなくて。してますよ。初めて。本当よ。初めてよ。お、初くんくん。初くんくんを。5歳にして。5歳にして初くんくんですか？はい、全然他のなんかと遊ばないんですよ。はいはいはい。初めてしたね。そうや。あらら、モナちゃん。はい、予行練習で、ちょっと同級生に付き合ってもらって。急遽昨日。来たの。来ました。まあまあ一人じゃ運転できひんけん。そうそう。よし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 。大阪から。え、大阪から来たんですか？え、このためにですか？他に用事があってですよね。子供が欲しくて。あ、そうですか。でも終わったよから。ああ、ありがとうございます。あの、身内もおるんでね。あ、本当ですか？そう。何ちゃんですか？あこです。あこちゃん。あこです。ニコちゃん、ワコちゃん、アコちゃんですね。ありがとうございます。ニコちゃんの子供が欲しいって言っててね。あ、そうですか。ニコちゃん人気なんですよね。あ、すごい。じゃあアコちゃんはダメ。
アコちゃんだって、アコちゃん。ゴビビって。何歳ですか？2歳と、4月だから半年くらい。アコです。アコちゃん、アコちゃん来たの。アコちゃん、犬には興味ない。人がもう大好きで。実の妹なんです。1歳違いで。アコちゃんがデカいんですよ。3.5 でデブなんですよ。デッパやし。いいです。かわいい。お名前は？これノアです。アコちゃん、ノアちゃん。大阪から来た。大阪から来た。ちょっとギロギロしちゃった。かわいいな。ね。奥様は？奥様じゃないですね。YouTube に出ようぜ。これいける。あとご飯は最後で。アコちゃん。リコ、リコリコリコ。あの子も足が悪いんで。今日の日替わりランチはエビフライ、ミックスフライ。ミルクセーキがおすすめですから。ミルクセーキが。ここでみんな。しっかりこんな感じに。皮膚を出して。獅子が入っとうとね、これ。ドライカレー。グリーンカレーでした。はい、箸で食べると、はい、いや、ちょっとサラダからいこうかなと思います。はい、口元開けて食べる。グリーンカレーを食べてよ。ちょっとサラダ。食べに行ったよね。これ全国の皆さんが見るんやけどね。辛い。ワン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 。怖いぞこれ。行ってみよう。あそこに誰か見てるぞ。ということでね、帰ってまいりました。で、たくさんね、本当に予想してたよりもたくさん、来ていただきまして、本当にありがとうございました。本当にね、楽しい、ひとときでした。でね、皆さんこの YouTube 僕のね動画をね、まあ、見てくださってる皆さんなんですよね。なんかね、いろんなその辺のね、見られてどうだとかいうね話なんかも聞けてね、本当に、楽しかったし、今後もね、動画を投稿を続けていくのに、参考にさせていただきたいと思います。またね、機会を作って今日楽しかったんですよ。僕本当すっごい楽しかったんで、またこういう機会を作ってね、ぜひまあオフ会ってほどじゃないけど、まあ、プチオフ会みたいな感じでね、開きたいと思いますので、その時はまたね、ぜひ遊びに来てください。で、それから、今日のね会場となりました、ドッグカフェアドラン、レストランそよ風、ぜひぜひ今後もごひいきにしてあげてください。よろしくお願いします。ということで今日はね、ニコちゃん頑張りました。若もうバテてます。二人がね、一緒に行ってくれました。これからもよろしくお願いします。ではでは、ニコちゃんベロンチュー。バイバイ。